里崎チャンネルよっ。こんにちは、私ずっとなんでだろうなと思ってたことがあるんですよ。はい、なんでだろう、なんでだろうって言ってた、やんだと思う。多分これは疑問は佐藤さんが解決してくれると思うんですよ。左ピッチャーって右ピッチャーに比べたら数少ないじゃないですか。そうですね、やっぱり左利きの方が人は少ない、少ないですよね、本当日本人はね、はいはい、なのに左バッターってすごい多くないですか。まあまあ多いですね、右投げ左打ち多いですよね。多いですよね。だからまあ有名どころで言えばイチローさんとか、はい、松井秀喜さん、はい、メジャーリーガーだったら福留、はい、川崎、うん、岩村、これまたね全員言っていくとね、あれ言ってないから、ね、あと青木もいるからね、などここでやりますけど、まあまあいますよね。そうだって私がまあ応援し楽天とかも左バッターめちゃくちゃ多いわけですよ。そうですね、源氏とかもそうですね。そうです、はい、森選手とかもだし、ね、結構上位に左が並んだりとかするんですけど、えみんな左利きなのみたいな、うん、左ピッチャー少ないじゃんみたいな感じなんだけですよ、うんうん、これはね、はい、多分ですけど、はい、イチローさんと松井秀喜さんのせいですね。えそこなんですか。はい、えそうなの。もうイチローさんと松井秀喜さんの、はい、だからまあいわばあのアベレージタイプのヒットメーカーのイチローさんと、はい、ホームランを打つ松井秀喜さんで、はい、まあね、ちょうど分かれてるし、はい、で右投げ左打ちで、はい、っていうところでみんなそこを目指して、はい、もう右打ちの人も左に強制されてるんじゃないですか、子供の時から左の方がいいぞとかって言って。ああ、そういうこと。しかも昔は、はい、あの僕は子供の時もそうでしたけど、はい、なんかそのリードする手の方が重要やみたいな。だからまあ右バッターだったら左で、うん、左バッターだったら右手の方が大事やっつって、はい、こっちで打つからって言われてたんですよ。じゃあ右利きの人があえて左とか、そうそう、右手投げの方は右手が強いから左にした方がいいやって言って、なるほど、って昔言われたんですけど、はい、でも今は、うん、あの右バッターは右手の方が大事やって言うんですよ。押し込む方が大事、はい、だから要はまあバッターで言うと左っていうのは、はい、その方向性とか正確性を増すためのこの方向を示すために大事なんですよね。いや、コンタクトするために左手っていうのは、はいはい、で右がパワーなんですよね。パワーと方向性、だから操作ですよね、はい、バットの操作が左手、うん、右手がパワーっていうところで、はい、その押し込む力の方が大事だって最近言われてるんですけど、はい、その昔のそういうのとイチローさんと松井秀喜さんのあれで、うん、あの右投げ左打ちが増えたんです。へえ、えってことはですよ、はい、あのまあ、みんな利き手ってあるじゃないですか。ああああ、右利きだったら方向性じゃなくていいんですか。パワー、あ、そう、パワーがあるの、利き手の方が。あ、なるほど。だけどそのイチローさんとか松井さんがいたから右利きだけど左バッターに、ああ、これって左の方が少なかったですよね昔は、はい、左バッターの方が、はい、だから左にしてみたいな。え、それって意外と簡単にできちゃうもんなんですか。子供の時からやってたらできんじゃないですか、最初から。佐藤さんやったことないですか。僕も一回やらされた時あったんですよ、はい、小学校の時に、はい、佐藤右手が強いから左やれって言って、はい、その試合でも左で打ったことあるんですけど、はい、まあまあ、 あの大した練習もしてないからさ、はい、それはあの簡単にいかないですよね。ああ、そうですよね。だからまあそのまま右になりましたし、でもスイッチの人って聞くとプロ入ってからそのスイッチになってるんで、はい、だからどっていうと西岡とか、はい、あと高橋芳彦さんも広島の時プロ入ってからだし、うん、この前聞いたら屋敷さんもプロ入ってからスイッチになったらしいんですよね、はいはい、あ、じゃあ意外と右左関係なくスイッチってできるもんなんですね。だから多分松井和夫さんもプロ入ってからスイッチになったんちゃうかなっていう、多分思い違いだったんですけど、はい、だからあの何気に練習したらいけると思うんですよ、はい、真剣に、うん、その代わり倍練習しないといけないですけどね。そうですよね。え、じゃあピッチャーは本当に利き手とその投げる方ってやっぱりピッチャーができないんですかね。左ピッチャー少ないからじゃあ左で投げようって難しいんですかね。だから子供の時に僕が小学校の後輩で肘故障して右投げれなくなって左投げになって外野で守ってるやついました。はい、あ、ちゃんと投げてますし。だから多分子供のうちに強制して練習すれば多分できるとは思うんですけど、はい、あの大人になってから、まあ、その投げるだけだったら投げるでしょうけど、はい、プロレベルでっていうと、うん、なかなか難しいんじゃないですか。あ、なるほど、うん、あのこれ、まあ、本当かどうかちょっと確証はないんですけど、楽天に菅原投手っていて、普段全部左利きらしいんですよ。でも
家族が右利きだったらしくて、お兄ちゃんとお父さんのグローブが右利きだったんで、なんか右投げだったらしい。へえ、子供の時から矯正したらいけるんですか。いけるんですかね。へえ、なんか左ピッチャーでも左ピッチャーが少ないってことは、左ピッチャーは右の方が打ちやすいですよね、うん、って今言われますね。今言われてますよね。そしたらあれちょっと待って、今すごい分かんなくなった。で右ピッチャーが多いから、でも左バッターは必要になってくるのか、うん、そうなんですよね。でも最近多いですね。あとはな、足が速い選手は左の方がファーストまで近くなるんで、はい、あ、そっか、有利だっていうところで左に子供の時からしてる人たちもいますよね、はい。でもそうしたら今ってじゃあ左バッターの方がプロになりやすいとかってあんまり、いや今は右の長距離砲がプロになりやすいですよ、はい、あ、そうなんですか。いないんで、少ないんですよ。右の長距離砲の方が少なくなってきてるんで、はい、左の方が多くなってきてるから、はい、今需要が高いのは右の長距離砲です、プロに入るためには。ああ、なるほど。が、はい、多分欲しいって言われてる。右の長距離砲って誰いますか。まあ、鈴木誠也とか浅村、浅村、はい、山川、はい、まあ、岡井君もそうだし、うん、坂本、あ、そうですね、うん、左の長距離砲は左で言えば筒香、そうか、筒香選手とか、はい、さ、柳田、あ、左ですね、そっか、はい、とか、まあ、丸、うんうん、もそうだし、あとは誰かいたかな、長距離砲で左、ここ最近だと、まあ、吉田正尚、あ、そうですね、そっかそっか、そうだし、はい、あ、でも右の方がちょっと減ってきてるってことですか。一時左バッターがめちゃくちゃ多かった時、はい、ありましたね。だって僕が WBC に出た時は、はい、キャッチャー僕が右でしょ、はい、ファースト小笠原さん左でしょ、うん、でセカンド西岡、まあ、スイッチ、はい、でサード岩村左、はい、ショート宗林左、うん、でレフトが田村右、はい、でセンターが福留左、うん、でライト一郎さん左の DH 松中さん左スタメン、あ、やっぱ左めっちゃ多いですね。右が僕と田村だけですよ、ね、あ、そうですね。あとスイッチの2勝かっていう、ヒッツラスヒッ、ああ、へー、だったんで、はい、もう左ばっかりですよね。そうですね。その中で右だけ左打ちが小笠原さん、はい、岩村、はい、宗林、うん、福留、うん、一郎さん、はい、全員ですね。で松中さんだけですね、左投げの左打ち。へー、いや、なんかその利き手ってあるけど、みんなじゃあどう、なんで右とか左とかにしてるんだろうと思って、なんか、だからもうあれじゃないですか、左の方がいいって言って、はい、それだけじゃないですか。それだけですか。ああ、じゃあね、佐藤さんはもう右利きだから、じゃあもう右でって感じ。そうですね。あとはその強制されなかったんで、はい、あとはもうその憧れて左打ちにしたいっていう子もいるんですか、その一郎さんとか松井秀喜さんとか、うんうんうん、大谷もそうですよね、右投げ左打ちですよね、大谷。あ、そうだ、ああ、はい、そうですね。ああ、じゃあ今の若い子たちがじゃあプロになりたいってなったら、今だったら右の方がいいですか、うん、左って、はい、一番乗り越えなきゃいけないことがあるんですよ、はい、プロで活躍するためには、はい、左バッターでレギュラーになるためには、うん、左ピッチャー打ってないとダメなんですよ、うん、左バッターで左ピッチャー、まあ、左だったら左のは打ちにくいですよね、まあ、苦手って言われてて、はい、対左、だから対左が打てない左ピッチャーってレギュラーになれないんですよ、はい、絶対的に。だから今言った小笠原さんとか松永さんとか岩村とかもそうだし、左ピッチャーで打てなくてですか、松井秀喜さんとか、はい、だから左が左打ちにくいって言われてる中で、はい、左もちゃんと打てるやつしかレギュラーになれないんですよ、うんうん、右で右太食いって聞いたことないでしょ、はい、右バッターで、いや俺右ピッチャーと太く、まあたまにいますよ、なんか左の方が打ちやすくて、はい、なんかバリューだったら DH で左専門とか、うんうん、代打でも左用とかって言いますけど、はい、まあ、基本的に右の右が打ちにくいってあんまり言わないじゃないですか。まあそうですね、うん、それってやっぱ右ピッチャーが多いからですか、慣れてるんですかね。そう、だって左もそこそこもいますよ、今いますけどね。しかも僕いつも思ってたんですけど、うん、はい、特に中継ぎのピッチャーの左、はい、全員じゃないですよ、うん、でもかなり大きな確率の割合で、うん、カウントに困ったらほぼスライダーでストライク取るんですよ、うん、中継ぎの左は、はい、特に、うん、それ振らなかったり空振りしたりするんですよ、はい、なんでそのスライダー狙わへんのっていつも思うんですよ、はいはい、なんでそれ狙ったり打とうとせえへんのかなっていう、はい、でも一流どころは落ちてくるんですよね、はい、松永さんとか小笠原さんとか、うん、そのスライダーを狙ってくるんですけど、はい、まあ打てないやつって左のスライダーもうここでしか投げへんでっていうところで投げてるのに全く打たないんですよ、はい、よく分からんですよね。いや、素人からすると本当さっぱり分かんなくて、うん、
右バッターは右ピッチャーのじゃあそれ打てると、うん、左バッターは左ピッチャーのそれが打てない、うん、本当意味が分かんないんです。僕も全く意味分かんないです。分かんない。何で左の左が打たれへんねん、何が違うねんみたいな。でなんかこう、うん、ファーストの開いていくからっていう人いるんですけど、はい、でも開いていくからこういうバッティングもできるんですよ左って、はい、右できないですからね。え、なんでですか。だってサード側にこんなやってどこなんでこっちボーッと走っていかなきゃいけない。あ、そっか。要はこう、こういう風なこう綺麗な流し打ちっていうのが、はい、右にはできないんですよね、はい、左は開きながら打てるんですよ。そっか、はあ、右って開きながら打てないですか。そう、ん、でも何の違いなんですか。なのになんで打たれへんのやっていう、その開くからって言うんですけど、はい、開くからって右バッター開いたら終わりだけど左バッター開きながら打てるんやから開いたらっていうのは言い訳ですよねっていう。なんで右は開きながら打てないんですか。走るのはこっちだからです。走るの、そっか、はい、そっか、走るのはこっちなんで、はい、開きながら行ったら、はい、もうそれ行動性になってないんですよ。一塁行かないといけないから。あ、そう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 、はい、開いちゃダメなのか、はい、あ、まあでも打つのも開いちゃダメなんですけど、はい、左はこうやってこういってそれでそのままこうやっていけるわけですね。右でそうやってやったら、はい、右でダメダメ。なるほど。そうか、右っていうのはこういう感じです、はい、それはで三塁に行っててこっち走るってもう、はい、そういう行動じゃないですか。あ、確かに、うん、今入ってたかなカメラ、はい、はい、だからそれができないんで、それができるのに、うん、こういけるから開くのがいいわけじゃないんですよねっていう、はい、え、そうなったらじゃあ左の方が柔軟効くじゃないですか、いろいろって効くと思うんですよ僕はね、はいはい、でも左の左って苦手やとかってよく言うじゃないですか、はい、なんどうしたんやってね。それ誰にも聞いたことないんですか、なんでって。なんともできないんで聞いてもだからここはね、はい、うん、分かんないから、はい、新たな作戦で、はい、あのパスです。パス、はい、豊さんか片岡さんに。あ、そっか、お二人とも左バッターだ。豊さんと片岡さんはどっちも左バッターなんで、はい、豊さん右投げ左打ちじゃないですか、はい、豊さんって右利きかな。あ、右利きするないやつも。あ、そうだえ、片岡さんも右投げ左打ちですよ。あ、そうなんだ、はあ、だからまあいわば、うん、なんで、はい、左にしたのか、はい、まずね、そうですね、打つの方、はい、なんで左にしたのか、でなんで左バッターは左ピッチャーが打てへんのかっていう、はい、でもお二人は打ってるからレギュラーになれてるわけです。一塁になってるわけですよね、はあ、打てなかったら絶対レギュラーになれない、はい、だから打てないやつをどう思うのかとか。ああ、そうですね、はあ、僕はもうありえへんと思ってるんですよ。そんなもう左が左打てへんもう言い訳すんな、お前練習しろって思うんですよ、はい、僕はね、はい、うん、右で右打てへんって言っても許されへんやろ、お前数少ない数少なくても練習できるやろって僕は思うんですけど、はい、だからそこは分かんないんですけど、はい、ここパスです。そうです、前編です、これ前編分かんない、この動画は前編ですだそれはちょっと解決してもらいましょう。そうですね、まあ、だってお誕生日プロでね大活躍をして、はい、右投げ左打ちの前はスペシャリストじゃないですか、はい、で、うん、あ、僕は左が打てって言い訳するんだと思うんですけど、はい、その黒もみじんも分かんないんで、はい、まあね、僕に物申す意見もあるかも分かんないですけど、はい、左は大変なんだぞっていう意見もあると思う。まあ右も大変ですけどね、だから左だけが特別大変っていうのはないと思うんですけど、はい、なんで左が打てないかとか、はい、なんで右投げなのに左だけにしたのかとか、はい、僕はこれから右の長距離方がいいと思うんですけど、はい、そのメリットデメリットとかね。そうですね、でこれからだったらどういうバッターがなりやすいと豊さん片岡さん思うかとか、パスです。そうですね、ちょっと答えていただきましょう。そうですね、だから納得する意見で答えてほしいですよね。だからそれをまた僕が見て納得できなかったらまたこれで続編で反応する、言ってること全く分かれんなみたいな仲間ですからね、パスしちゃって反応していきましょう。そう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 、はい、だからね、解決してほしいっていうところでですね、はい、まあ、納得できる意見を聞きたいですね。そうですね、どんだけ上から見せるからって一番後輩ですからね、そこさん一番年みたいなのにね。左バッターで何かやってたよって人がいたらコメント欄にも書いていただいて。そうですね、でも僕はこれからやっぱ右の長距離砲が少ないんで、はい、まあ、右の長距離砲がこれからはプロ野球界には必要になってくると思うんですよね、はい、今じゃあどっちにしようっていう子はまあ右で行ってみるかな。右の長距離砲の方が少ないんでね、はい、いいかなと思いますね、うん、はい、まあ、皆さんコメント欄もお願いします、はい、お願いします。